パパ令和パーティー。はい、何ですか？パパパ令和パーティー。はい、パパパ令和パーティー結成はしましたが、はい、皆さんの、チーム力が、果たしてこういい感じなのか、はい、いい感じで高め合ってるのか、はい、フィーリングが合ってるのかというのをね、ここで確認したいと思います。おー、はい、題してフリップ、なんだっけみんなの答えが合わないと帰れまてらん、帰れまてらん。というわけで皆さんね、プロレスラーとしてこう活動されてますけども、はいはい、まあ、プロレスラーなので、まあ、皆さん独特のね、それぞれの感性とかあると思いますけども、みんなでね、やっぱこれからチームやっていく上では、はい、いろいろと一致してないといけないこともあるので、はい、それをね、こうフリップで回答して合ってるかどうかをチェックしていきたいなと思うわけです、自信ありますか皆さん？なーいでも会わないと帰れないんだよ。あ、やばい。4人が、まあ、でも今日、はい、葵がちょっと体調不良でお休みなので、うん、4人だから可能性的にはどうなんだろう。はい、でもなんかタイプ違いすぎるので、確かにめっちゃ不安。いや、合わないでしょ。さあ、これ合わせに行くのはいいんですかね。合わせに行くのはいい。シンプルに好きな食べ物だったら絶対みんな揃わない、うん、確かに。そのじゃあもうちょっと小今成さんにかけて、はい、ちょっともしかしたら揃う可能性がありそうなやつにしてもらえた方が、はい、ちょっと不安しすぎるかも。そうですね、不安すぎるかもしれない。ちょっと幅が狭い方がいい、うんうん、だって好きなタイプとか絶対合わない絶対合わないと思うんで。そうなんですか？絶対合わないでしょ。そうなんだ。え、何？好きなタイプですか？イケメンな人です。ちょっと待って、意外すぎた。はい、というわけでね、はい、そんな皆さんのお題は、はい、いいですか、はい、今までで一番痛かった技は？技？技？痛かった技、今まで、はい、痛かった技。いろんな、まあ、皆さんプロレスラーでね、いろんな技食らってきたと思います。関節技も打撃技も投げ技もあるけども、はい、もうこれは痛かったっていうものを皆さん、ぜひ書いていただきたいです。これは痛かった。うわ、悩むな。痛かった。いろんなね、いろんな痛みあると思います。痛いみたいな。はい、でも痛いのやつですか。ああ、痛いとかでもいいし、一発がピクってきたってのもいいですし、はい、いろんな痛みがあると思います。へえ。いや、痛さで言ったらいろんな種類あるけど、でも絞られるよね。どうなんだろう。どっちにするかだよね。シンプルに行く、うん、シンプルに。いや、めっちゃシンプルに。これですかね。ちょっと待って。書いた。ちょっと待って。どんなの？どっちか。じゃあ皆さん、フリップを出してください。ドン！じゃあ、よし。ピッタ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 ！はい、ということで皆さん、なぜか4人みんな揃ってビンタが一番痛かったということで、すごい。これ梅崎さんの、これ例えば、じゃあ誰のビンタ？誰のビンタ？
ピーする、ピーする、隠す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 、ですね、おお、意外、はい、プロレスラーってよくなんか鼓膜が穴開いちゃうみたいなあるあるだと思うんですけど、鼓膜なくなりました。大破、あと何もう治る余地もなしみたいな。なので、手術しました。マジ、はい、ピンタで手術するの？しました。修復ができないってこと？あ、そう、もう修復する鼓膜すらなくなりました。どこ行っちゃったんですか？で、なんかその衝撃で大破みたいな。すげー、そんなことあるんだ。はい、それはすごい。すごい、そのままみんな誰、誰あ、私ですか？私は中島アリサ。あずっと、うわー、それもわかる。ぐらい、ちょっとぐらい、あの子になりました。ご飯食べれないですね。ご飯食べれなかったです。耳に来たとかじゃなくて、顎に来た。そうです、そうです。それは、ちょっと食らった顔やってください。かわいい、かわいいな。こんな顔になりました。でもマジでわかるわ、あの人はマジでやばい。マジで引退すんのっていうくらい、マジでやばい。全然健在。確かに、やばい、絶好調。これは、みぞちゃんは、私はサリーさんのビンターです。うわぁ、なぎさんと組んだ時に対戦。いや、あれはね、あの、一緒にやってて絶対に飛んだと思った。はい、飛んだのかなって本当に落ちたって思うぐらい。もうあの試合に関してはいつでも出れる準備してたよ。うん、中島アリサとサリーさんのタッグ、のここタッグだったけど、はい、マジであれは本当にもういつ落ちても欲しくない。すごいな、すごかった。うなは？うなはジュリア。おー、ジュリアさん痛いんだ。もうなんて言うんだろう、うな本当にスターダム入ったばっかりの時に、うん、7番勝負をやってもらった。あ、やってたね。それの7番勝負の前哨戦で、ジュリアのビンタ思いっきりガスンって入って、多分もうそのままスリーパーで落とされたんだけど、もう怖くて震えが止まらなくて、試合終わってからも。あれがめちゃくちゃ思い出、なんかビンタから始まった恐怖みたいな。痛すぎてで終わらないじゃん、試合がビンタではさ終わらせれないじゃん。返すけどもう何来ても怖すぎて。でもあれだね、なんかそのみんなの名前を聞いて納得できるというか。パパと対戦したいね。カード聞いただけでちょっと鮮明にトラウマ受け付けられそうな相手しかいないね。それはみんなビンタだわ。いや、みんなビンタ、納得のビンタ、納得のビンタですよ。いっぱいあるけどね、見たい技は。はい、けどシンプルにうわっ。皆さん、ビンタが痛かったということで、はい、全員正解でございました。イエイイエイ、すごーい。いやー、一発アウトは、はい、というわけで、まさかの一発会いしたので、うん、帰りたいと思います。帰ってください。お疲れ様でした。お疲れ様です。すごいね。すごい、すごい、すごいですね。ぴったりだ。